おはモーニング。珍しく休日に外に出ている坂村です。飲みすぎて一向に進めない人間絶望要塞。今日は私が小学生の頃からずっと遊んでいる塊魂のポップアップストアでグッズ買いにおたかつ中です。推しのいとこ発見。アクリルスタンドに手を出すか悩む。身長どのくらいだろう。毎年健康診断で身長伸びてるから酒でむくんで成長してるのかも。ドラクエのお店もあったけど人気すぎて福引き場売れ切れてた。呪術回戦は激戦区でもはや渋谷事変起きてる。というかクリスマスで混んでるのか。日付感覚なさすぎて出かけるタイミング完全にミスった。帰宅難民になっている私の前に現れた走るイルミネーション。ん？何これ？トゥクトゥク？たまに渋谷から池袋周辺で無料トゥクトゥクやってるんだって。見かけたらラッキー。話しかける勇気さえあれば速攻で乗っちゃうでしょ。トゥクトゥク、まさか日本で乗れるとは思わなかったな。カンボジアぶりです。手をつないだカップルだらけで通り抜け禁止エリア続出だったからほんと助かる。寒すぎてポケットに突っ込んだ拳の中指が勝手に立っていたけれど静まりました。危うくアンチになるところだった。心も体も冷える日はあったかい麺をすすりたい。ということで本日は日本一アンチの多いラーメン屋油そば鈴の木にやってきました。先ほどからレオンみたいなサングラスをかけた癖の強いこの方こそラーメン屋の店主劉社長。美味しくなかったら全額返金してくれるらしい。今日の坂村は世の中の幸せラブビームを食らって辛口なので正直に言っちゃうよ。入ってすぐに爆音で聞こえるおもてなしボイス。居酒屋の誕生日サプライズのようなこっぱずかしさがある。やめてくれ。美容室なんかで仕上がりこれじゃない感でも何も言えない私に味が微妙だった時、美味しくなかったですと果たして言えるのだろうか。陰謀に関してはまつげパーマでなぜかまつげを全部切り落とされても何も言えなかったらしい。なんとコンビニのものならトッピングを自分で追加していいとのこと。家帰って二次会で食べる予定だったつまみ用意しておいてよかった。今日コンビニでちょっと調達してきたものがあるんですけど、はい、コンビニだったらちなみにこれはビールは NG なんですけど、お酒が NG です。アルコールが。なので今回はせっかくありがとうございます。こんな寒い日に一人ラーメンをすする人間に対する同情か。今日だけは特別にとビールの酒彼氏同伴の許可を得ました。優しい。ということで早速、プシュッと乾杯。グビグビッと。優しい。幸せがふわふわ雪のように舞い降りてくる。やっぱり酒彼氏がサンタクロースだ。未だにサンタ来ないかなとか言ってるけど、気づけば自分がサンタになるような年齢になっているの冷静にやばいって。一人で汗汗していると、劉社長が一足先にクリスマスプレゼントを渡してくれました。ブラボーサングラスは、僕のパロディサングラスってことでドンキ一部店舗と全国のバラエティショップで発売が決定しました。12月25日から年末にかけて発売されますので、もしよかったらかけてみませんか。さりげなく宣伝されている気がするけど可愛いからいっか。ちなみにこれ案件でも何でもないです。どう？似合う？そろそろラーメンも出来上がりそうなので、持参したセブンの角煮をレンジでチンして待機。スープ、麺、ネギ、玉ねぎ、ガーリックチップ、チーズ、マヨネーズ、そして特製辛味噌だれをかけたら私だけのクリスマスツリーの癒着丼。下からガッツリ混ぜるようにお願いします。何このジャンクな丼ぶり。うまいもんしか入ってない。丼がんこ凍ってまさにこのこと。下からガッツリお願いします。はーい。下からガッツリ混ぜるようにお願いします。はーい。下からがっつり混ぜるようにお願いします。分かってるって。下からがっつり混ぜるようにします。心配性なお母さんが何回も受験票持ったよねと聞いてきた時を思い出しました。混ぜそばなのにスープが入ってるの珍しい。下からがっつり混ぜて早速つるぽつるぽ。おいしい。ジャンクの味がそば薬 DNA に届いて偏差値ゼロになっていると、辛味噌の辛さが現実に戻れと舌をビンタしてくる。ちょっと辛い。でもちゃんと混ぜたことでチーズとマヨネーズが絡まってリザードンまではいかない、リザードレベルで済んでる。うるさいなぁと思っていたけれど、あれだけしっかり言うには訳があるんだな。納得。今日からお鑑定呼ぼうかな。卓上調味料のレパートリーも豊富なのがありがたい。早速自分色のラーメンに染めていこう。酢、ニンニク、マヨネーズ、粉チーズで作り上げたゲレンデから見える雪景色、全部雪のせいだなんて言ってる場合じゃない。もう迷ってる。実質土方スペシャルなのに吐く息はニンニク。もうはちゃめちゃで雪山を雪だるまになって転げ落ちてる感覚。おいしい。単純で元気なワンパク小学生の気持ち。このテンションなら裸足で雪道走り回れそう。誕生日は風邪ひいてしまって誰からも飲みとか誘いなかったので、そりゃあみんなこんな時期に移りたくないもんなぁと。クリスマス前体調不良が続出して妙だなと騒がれている中、全力で体調復活させてクリスマスは予定開けておいたんだけど、結局連絡はなく体調云々という問題ではなかったのかな。でも複雑な気持ちは全部捨て去って、こんな単純な気持ちになれる混ぜそばに出会えて本当に良かった。
った。ワンチャンタダ飯なんて考えが頭をよぎったけど、逆にお金払わせてください。というか、返金してもらう人っているんだろうか。日本人って正直に言う人いるのかなと思ったら、ここ無料で毎回食えるから好きってコメントを見かけたり、一定数返金してもらってまた来るハートの強いお客さんもいるらしい。道徳の成績何だったんだろう。気になる。それにしてもなんで全額返金なんてやってるんだろうと聞いてみたら、もともとこのラーメン屋の場所はラーメンの墓場と言われるくらい潰れまくる場所だったみたい。そんな中、お店に入りやすい、面白いと思ってもらえる工夫をした結果、返金サービスができたんだって。他にもくじ引きやスクーターで店内を移動するパフォーマンスもあったり、なんと美味しかったと伝えるともう一杯半玉のラーメンまでもらえるという太っ腹サービスもやってました。半玉のラーメンもいいけど、私は最後に追い飯を注文。一人一杯までなら盛り放題。ただ残した場合は一発芸が SNS に拡散されるというデジタルタトゥー付きなので要注意。弱みを握られるので気をつけて。怖いのでちょっと少なめに持ってきました。今の時代、本物のタトゥーよりデジタルタトゥーの方が怖いかも。まあ毎日ありのままをさらけ出してデジタルタトゥーを量産している私が何言ってんだって話だけど、粉チーズ、ブラックペッパーをかけたらめちゃくちゃ美味しそうなリゾットの完成。バグッと、うじー、これはやばい。混ぜそばと並んで主役級、二人はプリキュア状態。今年のホワイトクリスマス、私に降り注いだのは暴走級のマヨネーズの雪でした。みんなは何だろう。孤独を積もらせた吸い殻の雪、溶けてなくなりそうなほど飲んだ酒の雪解け、自分だけの雪を降らせてみてほしい。ペロリと食べきってごちそうさまでした。家帰ったら残りのコンビニつまみ食べながら、一人クリスマスの最強の味方になってくれる映画ホームアローンでも見よう。人間ドックを受けに行ったりするのもいいけれど、街激混みなので気をつけてね。帰宅後、ただいまー。じゃん。たまり生しいポップストアで牛のトレーナー買ってきました。後ろにもね、牛だよって書いてあってめっちゃ可愛いの。これで焼肉食べに行きたいです。缶バッジも買ってきた。たまり生しっていうのは、王子がたまに消しゴムとか鉛筆とかフルーツとか野菜とか人間とか島とか国をね、全部巻き込んで、最終的にその巻き込んだものを惑星とか、星屑にして綺麗だなって眺めるサイコパスゲームではあるんですけど、もうめっちゃ好き。小学生の時からずっとやってんの。推しは王子にいとこがいっぱいいるんですよ。2匹の推しがいるんですけど、1匹は味噌っていう、もう味噌汁みたいなキャラがいて、泣いてる子供がいると自分の頭の中に入って味噌汁を分けてあげるっていうめっちゃ優しいキャラクターなんですよ。2匹目はニックって言って、すごいダイエットもしてないのにリバウンドをしてしまうっていう食べ過ぎないとこがいてね、それがめっちゃ推しです。24種類だからね、割と当たるような気がしてるんですけど。わーい、せっかくのクリスマスなんでってことで推し活しちゃったんですけど、さらに一番くじも引いちゃったんですよ。一番くじは店舗でしか引いたことなかったんだけど、オンラインでも一番くじやってて、オンラインだからさ、なんかもう金額感わかんなくなるじゃん。次々と課金しちゃって、やばいです。でも箱で届いた。レトロ喫茶一番くじっていうのやってて、引いたらタオルがまた5枚も増えてしまいました。しまいました。メニュー表みたいなクリアファイルとマッチ箱みたいになってます。かわいい。メモ帳グラス。これね、ミシュラン A 賞とかよりも狙ってた。洋菓子喫茶ボンボンとベルヒポ。かわいいよね。ビール注ぐのもちょうどいい感じ。ポッキーだよ。これもんちゃんだよ。あと、B 賞のいつものモーニングプレート。冷食喫茶手料理。美味しかった感想がお会計です。じゃあなんかちょっとね、寝るとろな。お皿ってかわいいね。というクリスマスなんで、今告白したら許されるであろうっていう私のご報告です。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。メリークリスマスです。クリスマスの日って何食べるのがいいんだろう。ケンタッキーかな、モスチキンかなとか思っていたんですけど、ケンタッキーはね、二日酔いの時に結構食べているので、あんまり特別感がないんですよね。まあそういうクリスマスとか関係なしに自分の好きなものを食べればいいじゃんと思うんですけど、やっぱりなんかこう周りの雰囲気に流される消費者なんだなって実感します。ということで油そばに行ってきました。日高屋の油そば以外食べるのは本当に久しぶりだったので、ワクワクさん以上にワクワクな気持ちで行ってきました。ちゃんとスープが入っているので、半分ラーメンのような感覚でね、ズルズルと食べれてしまいました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。ということで、重要なことなのでもう一度言っておきます。メリークリスマス。じゃあ、バイバイ。